ます。はい、じゃあ行きましょう。皆様、大変長らくお待たせをいたしました。東京熱心に心待ちにしてくださっている会場の皆さん、こんにちは。お元気ですか。これより第65回東京高円寺阿波踊り開会式を執り行わせていただきます。それではここで中央演舞場本部のアナウンサーにマイクを進みます。福島県
100万人の
衆が一体となって熱狂する杉並区をして一番の杉並区を誇る大きな夏祭りが東京高円寺阿波踊りが開催されますことを大変嬉しく思います。本日は交流自治体からたくさんの方々が来ていただきまして、そして徳島県知事、徳島市長などにも来ていただきました。また東京2020を応援に始まりました各国の大使館の皆様にもご臨席をいただき感謝を申し上げます。東京高円寺阿波踊りは過去の長い歴史とつなぎ、その思いを紡ぎ、新しいエネルギーを重ね合わせることで、このような杉並区を超えて国内外からみんなに愛される素晴らしいお祭りとなったことを大変誇りに思っております。大会の運営にあたりましては関係、消防、警察、そして関係、機関の皆様と協力、連携をいたしまして安心、安全なお祭りの運営を万全を期してまいりますので、皆様、大いに盛り上がっていただきたいと思います。結びとなりました東京高円寺阿波踊り振興協会がはじめとする関係者の皆様のご苦労に深い感謝と敬意を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。皆さん、今楽しんでください。どうもありがとうございました。続きまして、東京都産業労働局次長阿部典子様よりご挨拶を頂戴したいと思います。皆様こんにちは。東京都産業労働局次長の阿部と申します。まずはもって本日第65回東京公演阿波踊り大会がこのように盛大に開催されることをお喜び申し上げます。この阿波踊り大会は今年で65回続いております。大変歴史のある催しで、東京を代表する夏の一大イベントとなっております。約1万人の踊り手の方々が作り出す熱気あるパフォーマンスは、日本各地から観覧に来られる方々の心を掴んでいる素晴らしいイベントであります。また国内だけではありません。東京には多くの海外の方から来られております。昨年度海外から東京に来られた方は約2000万人となっており、過去最高を記録しております。こうした海外の方々にも、この素晴らしい阿波踊り日本ならではの文化を体験いただき、感動して持ち帰っていただければと思います。踊り手の方々におかれましては、本日のこの晴れ舞台を目指して修練を積まれていたことと思います。その成果を存分に発揮していただき、来場の皆様と共に素晴らしい思い出をいただきたいと思います。結びになりますが、東京公園寺阿波踊り大会のますますの発展と、しっかり来場されている皆様のこのご健勝をお祈り申し上げます。はなはな感謝ではございますが、私からのご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。
本当に全国世界が注目する阿波踊りです。我々情熱の聖地でありますが、いつも勉強をさせていただいてます。私も知事になりまして、改めて皆さんの進化の仕方を学びに参りましたし、これからも一緒にですね、日本の文化として、そして皆さん一人一人が第二、第三のふるさととして、徳島のことを、阿波踊りのことを愛していただきたいと思います。南地元区長さん、ぜひまた来年の阿波踊り来てください。小池知事にも怪我のないように準備運動をした上で阿波踊りに来ていただきたいと思います。今日は菅地君と一緒に参りました水島ひかりちゃん女優さんが、徳島出身の米津玄師さんと対談したときに、まさに菅地君は大ファンだと、こんなことを言ってくれました。ぜひ皆さん、これからも菅地君ともどもお願いします。そして商店街の皆様、今日は菅地をたくさん使っていただいて本当にありがとうございます。そのことにも感謝を申し上げまして、最後に実は12月1日秋の阿波踊りミッキーマウスとのコラボを開催することになりました。皆さん、ぜひ水槽ご参加中をお連れになって、ご覧の阿波踊りの皆さんが主役であります。エクスクルーシブではなくてインクルーシブ、包摂的な多様性のある阿波踊りを展開したいと思います。ぜひお待ちしています。今日は皆さん頑張ってください。短くて
スタートまでまだ10分も回るんです。会場早くはできないもんね。ですから会場にマイクをつなぐのでもうちょっとだけ話します。つまんないけど聞いてください。阿波踊りもう間もなく高円寺でも70周年長いですよ。ただし先ほど後藤田知事に聞きました。知事、阿波踊りってのは何年前からやってるんですか。これは覚えておいたらいいですよね。4年前、違うか、400年前からこの歴史と伝統がある。あの遠藤市長が48年前にこちらで踊られた。私昔は来たことありますけれども、こんなに派手ではありませんでした。古い写真を見せていただくと、町おこし、高円寺を有名にしよう、高円の商店街で買い物してもらおう、こういうのがスタートでした。それが今や踊り子さんたちはどこからいらっしゃいました。徳島ですか、東京ですか。高円寺、徳島の踊り子さん、高円寺の踊り子さんが一緒になってこの素晴らしい高円寺阿波踊りを盛り上げてくださいます。2分頑張った、あと1分頑張る、あと1分お付き合いください。今日は本当に多くのレッドの方々が参加をしていただいております。練習を見に行くだけでもすごいですよ。私は大学時代少林寺剣道部という武道のクラブをやっておりました。玉があるんです。日本には武道、華道、茶道、行けば全部形がある。阿波踊りも形があるんです。この形の中でどれだけ女踊りは綺麗に踊るのか、男踊りはこの先頭に来る人によってこの連の盛り上がりが違ってくる、そういうものをぜひ見ていっていただきたいと思います。頑張りました。石原丸でした。ありがとうございます。どうもありがとうございました。東京会特別顧問の石原ドルテルさんでした。それでは挨拶の最後に主催者を代表いたしまして、東京高円寺阿波踊り振興協会理事長、そしてこの阿波踊り大会の実行委員長であります川原八郎にご挨拶をさせていただきます。川原八郎です。皆さんこんにちは。ですね、ちょっと間違っちゃいけないんで官邸見せてもらいますけど、まず京西の杉並区公園の東京都徳島県徳島市読売新聞社様、高知新聞社様、日本テレビ放送局様、それに全国様、それに杉並法人会様、杉並区長連様、それに上皇会長の杉並区様、これらの皆様のご協力をもってこの阿波踊りが開催することになりました。それにまして、多くの方々のご協力があって今日迎えておりますけれども、一番のありがたいことは、今日ご来場いただいている皆様方が喜んでもらえることでございます。原因は練習を重ねてまいりましたが、皆様の拍手と声援が一番でございます。皆様、原因が前を通りましたら、大きな
拍手と声援をお送りいただきたいと思います。まもなく第65回東京公演に阿波踊りを開会いたします。本日は今日もどうもありがとうございます。はい、ただいまは東京公演阿波踊り振興協会委員長、この阿波踊り大会実行委員長の川原あずめによります開会のご挨拶でした。続きまして、いよいよ多くを前にこの第65回大会を祝しまして、関係者の皆様によります、政治活動を取り行います。関係者の皆様、ご準備はよろしくお願いいたします。去年は4年ぶりの開催にこぎつけることができ